どうも、デリーズです。ビーモイルです。今日は本家スも来てるんですけど、そう、今日はね本太郎さん、近く行こうか。すぐそこが京セラドームでイオンで、そのすぐ横ですね。まっすぐ来たらね、めっちゃボンちゃん、めっちゃおる、めっちゃおる。お、先生、皆様をお迎えてきたこの日は忘れない。先生、先生ということでね、これ多分若月選手とあのポンタがここでオープン、なんかコラボのオープンの式をここで撮った。やってた、やってた、やってた。あのインスタとツイッターに上げてたからな。さあ行くぞ、さあ行くぞ。もう買った言うてんね、今日買ったみたいな。今日フラグだ出てるやん、お前お前。今日買った言うてて、いやもうムキムキでボンちゃん、ほんま今日買ったらしいっすわ。買ったらしいわ今日。負けとるやん、負けとるやん。いやすごいな、うわー、ウリなんかおオリパーイ。あ、これ僕持ってますよ、このカード。ポンタがある。まあ、ビーズショップが閉まっている時とかここに来て帰る。24時間帰る。はい、いいどうも。というわけでもう今ねチケット発見して、夏の陣ですよ今日。アグレッシブブラックか。アグレッシブブラックっていうの。アグレッシブブラックね。まあ昨日ね、このアグレッシブブラックでアグレッシブな試合にしてくれたんで、今日も頼むよ、ほんま頼むよ、ほんま。ちょよいしょ、アグレッシブブラック。かっこいいね、マジで。かっこいいけど、ちょっとこれロッテの復刻ユニにちょっと似てるなっていう。率直な。あの、お前サブローのやつ持ってたよね。サブローの復刻ユニ持ってる。あと楽天の黒のやつにも持ってるし。黒好きやな。黒好きやな。まあ、楽天のな、足立のやつ似合ってたもんな、お前な。一番似合ってる。本人より似合ってる。だって俺、本人やもん、足立。一応お前足立やもん。一応俺足立やから、本人やもん、なんなら。旧式終わりのぐらいエラーなっとるやん。ほんかすごい。ほんかす、お前何始球式投げてんねん、俺を差し置いて。さあさあさあ、1回の表、山本選手ゲッツーで、ゲッツーで三者凡退。やっぱり世界のエース、初のチームということで、かっこいいな、マジで。超攻撃あるのみ。頑張ってもらいましょう。頑張ってください。松井選手もね、500試合登板おめでとうございます。まあ、不本意なシーズンでね、防御率昨日の時点で6点台。まあでも最近結構また調子は戻してんちゃうか。まあランナー出しつつも、まあ、0点に抑えてるからな、うん、抑えたね、抑えた。ポンちゃんと一緒に今日も応援しましょう。ポンちゃん頑張る。ポンタベやしな。未成年以上あかんぞ。飲んどけや。飲んでやんのお前。あ、違う。よしよしよし。マッチョ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 マン。よっしゃよし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 もうちょっと先に言わせてもらいます。あざーす、あざーす。もや選手、長谷選手のタイムで初回から最先で3点つった。この試合あざーす。山本選手が3点と取られるビジョンは見えないんで、ね、はい、この黄金バッテリーね、この山本、黄金バッテリー、山本由伸選手、若月健也。白目吹いてるよ、白目。ああ今日はまあ気楽にね試合見せてもらいましょうか。おお、気楽に見える。勇者が、ここに勇者が、勇者が反応しました。竹安ってね、上書き。あーね、じゃあ一回これ見くってみていいですか。ですよ、なんか変な字書いてますけど。あ、2、何も落ちてる、わかんない。前の21番思い出せんねん。前の21番どなたでしたっけ。風島の16番やね。見てるけど、誰とは言わんとも竹安選手ね、期待してるんで、期待してるんで竹安選手。面白いな、本ちゃん、本ちゃん麺、本ちゃん麺、ちゃんぽんですね、本ちゃん麺いただきたいと思います。美味しそう。というわけで今日もね、トッピング大好き人間、トッピングといえば僕ということでね、こちらに今日のトッピングは何でしょうか。今日のトッピングはちゃんぽんなんで、トッピングといえばこの胡椒、ブラックペッパーね。ブラックペッパーね。おい、どういうこと。切れてる、切れてる。京セラドーム切らしております。はい、トッピング新しいな。これがね、夏の陣限定の仕様となっているビールと、こちら私、買っちゃいました。かぶってや。
学校学校学校そう、これ牛だけっていうなんかいけるな、これいけるいける余裕できるこのちゃんぽんとビールと帽子、この夏の人生大丈夫だ、こちらそれ、皆さん何の形がわかりますおかすおつけのつけのはよーやれはよーくーえはよーくーえいってこーはよーくーえてね、甘い中にも酸味がある味これはまるで「ダララ輝けよ天使ミスターゲームキャプラー」ですねキャプラーでね元巨人のキャプラー元巨人の選手から味このからしは何か効いてるスパイスを効かした味これはまるでボビー・バレンタイン選手です監督ですねボビー・バレンタインボビーボビーバレンタインとキャプラー選手のようなからしちゃんぽんでございますポンちゃんといえばね僕 B モデルじゃないでしょうかでねこのポンちゃんと一緒にこのポン飯ここにいますよポンタポンちゃんちなみにこいつ食おうかこいつこいつポンポンタ食います目の前で食ったれお前食うぞお前食うぞお前えいこい甘いで甘いこのポンタのこの可愛さを表現したようなこの甘さこれはまるで元阪神のジャン選手のような可愛い味でございますジャン選手ねえ、あのボークいっぱいしてましたね、ジャン選手ねええ、いきますねポンタの食うぞその麺のすすり方はまるでリナレス選手のようじゃないですかリナレス選手のようなすすり方じゃないですか結構ね、醤油が効いてますね、醤油が、うん、醤油でこの塩も効いてるこのスパイシーな味はまるでセサル選手のようなセサル選手のようなユーティリティの味でございますポンちゃんポンちゃんも食えお前食えちゃんと食えやお前はセッシー行くよお前顔出すよお前今日今買ってるんでねポンタリーということでポンちゃんを可愛がっていきたいと思いますあポンタタイム今日は抜かれたいなポンタリーやからな首絞めんなお前かわいそうよ買ってんだよお前あ、これ結構抜かれんちゃう結構あ、これかぶせてああ不審者不審者内野席やろ抜かれる不審たぬきや来てあげないとんかっそお前いつまで抜かれへんねんお前順位も抜けへんしポンポンたぬきできへんしなお前スカイツーダイブスヘイウェイテテレテレテテテレレテテテレレレテテウェイよしだべーよしだべーさあよしだべーさあ半分組で半分に向けてね9回でバウンドで頑張れ頑張れよバウンド頑張り頑張り今日完封しますよっていうメッシュ今日完封するよろしくっていうよろしくあーノーノーアドイツさんさすがに今日勝てる勝った4点あるもんあざーすあざーすまあ1点も知らない2点も知らない4点あるからまあもうちょっと前回登板も9回2アウトせやなデスパイネ選手スリーラン打たれて完封逃してるんで最悪まあ山本選手まあ完封まあ諦めてもまあディクソン控えてほしい勝ちやね勝ちやねでもよく言えば粘ってほしいね粘ってほしい頑張ろう頑張れ魔曲が流れております魔曲が流れております言うやろまあまあまあ今日はなんか安心して逃げられるわおっかいしょセッシング審判ちょっと怖いなさあ森選手フォアボールでノーアウト満塁山川選手4点差なんですけどまさか山川選手ホームランはないやろやめろそれだお前それだけはやめろお前ホームランだけは避けてほしいね同点やからこの顔で頑張ってくれ完封するって顔してるからうわおい危な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 いうん、大手の大引き今デニーズマジで殴りそうになったこれフラグ立てやがってっつってもメギア全然合ってへんよ今日まあ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 いけるでしょしゃデキさんデキさんこれで15審デキソン昨日投げてへんしまあ今日も準備してるやろうから勝ったっしょ
打たれるくせえ。ビクソンめっちゃいきます。あざーす。はい、というわけでオリックスのボールを今日は見事ね4対1快勝ですね。これ快勝は序盤です、まあ4点先制して坂山本投手が8回まで0更新、まあ、9回にね犠牲フライで1点取られたんですけど、ディクソン選手が変わってから2者連続三振です。セーブもつくシチュエーションでセーブもつくと言うことらしいね今日はね。いやなんか久しぶりになんか現地観戦行ってなんかすごい安心して見れた試合ちゃう。なんか俺らがさ一緒に見に行ったらいつもなんか変な試合やから久しぶりになんかこういう安心して、まあ、ストレスのかからない試合やったんじゃないでしょうかね。ストレスフリーの試合、ストレスフリーで、ホワイトホワイトホワイトカンパニー、ホワイト球団や、ホワイト球団やな。ショーシャーグラムに沈む夕日だけ、綺麗な、綺麗な、なんか勝利の余韻に浸りながらこうやって哀愁漂う大将悪く、これこそ野球観戦の醍醐味じゃないでしょうか。というわけでこの明日も黒いユニフォームで黒押し打線ビアグレッシブ超高家から行ってもらいましょう。ビアグレッシブ、ビアグレッシブ。